トムロフトのレース場と飼育日誌鳩と一緒に遊びましょうおはようございます11月13日水曜日の朝です今日の空模様です今日の天気は快晴風は弱い北風が吹いてます今日もいい天気朝から暖かいですね11月の中旬とは思えない朝の気温になってます 昼間はこの日差したっぷり暖かい日になりそうです。昨日は200キロレースの審査を行われ順位が決まりました。ハトさんおはようございます。今日の棚の上の位置は bw の巣ですね。土屋の関係で200キロレースは見送りました。200キロレース後の今日のこの糞の状態、なかなかいい感じですね。 うーん割とコロコロ糞一粒の粒は大きいんですけども綺麗、えー、な糞をしてます、えー、これなら体調は悪くないですねこの糞の粒の大きいのは昨日たくさん餌を与えたからですしばらく満腹にさせて体力回復を図りたいと思います昨日行われました矢吹200キロレースの多摩中央連合会の成績になります 参加は旧車が4旧車、参加数76話、記録は59話ということになりました記録率は78%うーんもう少し機関、えー、率良くなってほしいと思ったんですけども思ったよりも機関率上がりませんでしたねやはりオート商工具になった旧車も落ち着いたのでもう大丈夫かなということで 参加されたりした方もいらっしゃいましたやはり大都商工軍明けの旧車機関率があまり良くなかったですねその影響で、まあ、トータルの機関率も下がってきたということが言えるんじゃないかなと思います噴速は追い風がなかったので1位の鳩が1237メートルということで噴速はあまり出ていません今までずっと高噴速の機関をしていましたので ここの辺に来て低粉速に耐えられる鳩がそこそこ上位に来たんじゃないかなと思います特にこの秋のシーズンはトヤの影響もありますからトヤの影響とオートショウの影響この影響のない鳩がまあ上位に来るということじゃないかなと思ってます昨日3日間だった1羽うん今日の朝も今9時半なんですけどもえ帰還していません これだけ天気がいいので朝来れないということはちょっと違う方向へ飛んでいっちゃったんじゃないかなと思います1は未帰還、まあ、残念なんですけども後の能力はなかったということでこれはこれで諦めるしかないですね今回2 0 0キロ帰還しました16羽これを今度の3 0 0キロに参加させたいと思いますののの関係もありますででどうううししょうね登録1は減らてて200キロ16は帰ってきたうちの 15は登録して300キロ挑戦したいなあなんて思ってます今日は天気がいいし暖かいので、えー、この後水浴びをさせてリフレッシュということにしたいと思います明日は西東京三連合会の総合成績上列が出ますのでこれを掲載したいと思います本日もこのブログにご越しきありがとうございましたまた次回もお越しいただきたくよろしくお願いします失礼します